超能力を持つミュータント新人類を率いる帝王バンバは新人類帝国を名乗り過当な人類を滅ぼして新人類だけの世界を築こうとしていた。彼らの戦力の基盤となるのはファントム兵士と特に強力な能力者を改造強化したサイボーグミュータントロボットである。徐々に数を増す新人類帝国とその不可思議な超能力の前に頼みのライダーたちも苦戦を強いられていた。そしてある満月の夜、恐怖の新人類。
Thank you.
成長するとベルトのゲージが頂点に達し稲妻になるのだ。
その名は渡利五郎。強力な正義のミュータントが誕生した。二段階の変遷を遂げ無限の超能力を得るイナズマンと空陸両用の万能者ライジン号が組めば怖いものなど何もない。新人類の野望を打ち砕く、その日まで戦え、自由の戦士イナズマン。Yes.